松本美和子は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者。奈良県奈良市出身。武蔵野音楽大学卒業。同専攻科修了。1966年、ローマサンタチェチーリア音楽院に留学し、主席名誉賞受賞で卒業。1972年、ローマアカデミアサンタチェチーリア、修了。シエーナのキジアーナ音楽院でも学ぶ。 松本博子、松内和子、松山善賢、ルドルフォリッチ、畑中良介、ジョルジョ・ファバレットに指示。1972年ローマ歌劇場において、ビゼー、カルメン・ミカエラでデビュー。以後、ローマ国立歌劇場を本拠に、サンカルロ劇場、フェニーチェ歌劇場、トリノ王立歌劇場と、イタリアの著名な歌劇場はもっとより、ベルリン国立歌劇場、ベルリンドイツオペラ、 ライン、ドイツオペラ、フランクフルト歌劇場、バイエルン国立歌劇場、リセウ大劇場、ウィーン国立歌劇場、ロイヤルオペラハウス、シカゴリリックオペラなど、世界各国の主要オペラ劇場に出演。共演した歌手も、ヘルマンプライ、アルフレード・クラウス、ホセ・カレー・ラス、ルッジェーロ・ライモン・リ、フワン・ポンス、カーティア・リッチャレリ、ゲーナ・ディミトローバ、ジョゼ・バンダム。 グレース・バンブリー、エヴァ・マルトン、ギネス・ジョーンズ、バルター・ベリー、トム・クラウゼ、アンナ・トモワ・シントウ、エッダ、モーザー、フランコ・ボニ・ゾッリ島に及ぶ。日本では、1974年、モーツァルト、フィガロの結婚・ケルビーノで、オペラデビュー。1998年4月、プッチーニ。 蝶々夫人タイトルロールで新国立劇場98から99シーズンの幕開けを飾った。また1999年、同劇場での初のオペレッタ、ヨハンシュトラウス2世、コウモリ、ロザリンデを歌う。2002年12月には、ソフィア国立歌劇場、プッチーニ、ラ・ボエームに出演。2003年6月と2006年8月には、東京室内歌劇場、 アンドレ・プレビン、欲望という名の電車にも出演。2009年には、プーランクのモノオペラ、声を歌い、以来ライフワークとして、毎年同オペラを歌い続けている。2014年には、日本オペラ協会、ミキュミノル、春金賞春金2019年には、鳥山太鼓、真昼の野草曲なぜ、だから、マイナスと演奏活動を続けている。本人が、私のことを、 オペラ歌手だと思ってらっしゃる方も多いのですが、本質は、リート歌手ですと語る通り、歌曲の業績も多い。1991年ウィーン楽友協会で、日本人としては初めて、ウィーン楽友協会主催の歌曲の夕べに出演。1996年トスティ生誕150周年、記念コンサートを、清イホールで開催し、トスティ100曲を歌い上げ、 同時に74曲を CD に録音し発売。1999年はレスピーギ生誕120周年にあたり、日本で初めて全曲レスピーギの CD をリリース。2002年は10月にトスティカ曲集後、12月に近代イタリア歌曲集によりリリース。2005年デビュー40周年を記念し、 清井ホール、府中の森芸術劇場にて記念コンサートを行う。2015年デビュー50周年を記念し、白樹ホールにて記念コンサートを行う。日本歌曲に関しても評価が高い。教育活動に関しても、1998年、チャイコフスキー国際コンクールで、日本人として、初めて優勝した、佐藤美恵子を育てるなど、次世代の育成に注力している。 他にも門下生は数多く、堀内康夫、木下美穂子、春美智子、小貫岩尾、佐橋美希、市原美恵子、米沢すぐる、小森美恵、斎藤紀子、鈴木綾、角野かな子、長谷川留美子、宮本綾音、三村拓也、矢原めぐみ、久留美山美、真顔里沙、本松美は、加藤めぐみ、畑千位、 神道真子、茨城主義子、吉川真澄平野の子、新海友隆、渡辺道子、国部春香、梶谷園子、星ゆか子、八木真由美松本秋音、小野博晴横関優子、大菅園江,江久保田田多場穂石原久志章、富田康子、松村秀幸、斉藤の子、 高橋智子、松室花子、三村拓也、小林幸、木原里奈、中村咲、成瀬谷由子こ、河田の奈緒美、奥町恵美、木原里奈、下平まり子、新美佐子水頭淳子、角田聖穂瀬戸口博瀬戸口三木大、つゆき奈々子、と島雄一中島明晃、 松本博美、皆川女、石崎秀和、犬井博子、佐藤由衣、鈴木健二、安永の子、河内高木。河野道祈り、松永ふさ子、大宮寺美生、平井文、家白由美、三谷淳子、横山里子、吉田るみ子、龍花よ、などがいる。武蔵野音楽大学特任教授。二機会会員。 デビューについて、2020年 CD、一筋にライナーノーツにおいては、三好清志たちは、1973年ベネツィアのフェニーチェ劇場で、ムソルグスキー、ボリス・ゴドノフで娘、クセーニャを歌って、デビューとしており、同ライナーノーツのプロフィール欄では1971年に、同曲で、デビューとなっている。本人の公式ホームページ及びジャパンアーツでは百七十二年、 カルメンとなっている。ありがとうございます。